はい、皆さんこんにちは、しのあこです。今回は IT パスポート合格法についての動画です。 IT パスポートってまずどういう資格試験かっていうと、まあ一応ね、国家資格なんですよ。国家資格なんですが、多分日本一簡単です。で、問われている内容は IT の知識、インフォメーションテクノロジー、情報技術の知識ですね、プラスビジネスの知識、まあ会計はどうだとかね、そういうことっていうのが問われたりします。で、合格点は6割程度で、合格率は 50%、 まあ受けた人の半分が受かるっていう試験ですね。で、その IT パスポートなんですが、大体どういう風にやれば受かるかっていうと、テキスト1冊買ってこれを読めば受かるっていう感じです。で、プラス過去問集ですね、過去問演習をすることで大体似たような問題が結構出る、1割ぐらいは似たような問題なんですが、その1割の問題確実に得点できるようにするっていうことをすると受かると思います。で、まあ勉強時間全部で50時間もすればね、受かると思います。で、大事なのは用語の暗記ですね。いろんな言葉っていうのがあるんですよ。例えばPDCA サイクル、PDCA サイクルですね、PDCA サイクルとかっていう、なんかいろんな用語、パソコンだったら CPU とかメモリとかって、で、何それみたいなやつに対して覚えてるかどうかっていうのが大事ですね。あと試験のやり方はちょっと特殊で、パソコンで試験を受けるんですね。紙の上に答えを書くっていうのじゃなくて、パソコンでこうクリックして答えを選んでいくっていう試験なので、それに慣れないとちょっときついかなという気がします。まあ僕はですね、パソコンの試験なんて全然選ぶに、紙で普通に演習して本番一発勝負でパソコンだったんですけど、まあやっぱりパソコンでの試験っていうものを慣れてないときつい、あるいは実力が結構あってですね、パソコンっていう形が変わっても、試験の形が変わっても得点できるよっていう風にしておかないと、まあ受からないのかなという気がします。あと苦手分野を作らないことですね。どういうことかっていうと、1個でも苦手分野があってそこだけ点数が低いってなると不合格になっちゃうんですよ。この試験は全部がまんべんなくできていて、かつ合格点届いているっていう風にしないと受からないので、苦手分野を作らないっていうことを意識してみてください。で、まあこの動画ではその IT パスポートについての内容を紹介します。参考にする本としてこちらですね、ゼロから始める IT パスポートの教科書で、竹口さんという人が書いたこの本を使いたいと思います。まあ僕は IT パスポートを受けるにあたって読んだ本なんですが、これを使いながら皆さんと動画を作っていこうと思っています。で、IT パスポートを受けた僕の実力なんですけど、まあ700点程度で合格しました。1000点満点のうち700点で合格しました。合格点が600点なので、まあまあまあそれなりの余裕を持って合格したのかなと思います。で、勉強期間3週間ですね。3週間もうゼロから始めて、それこそ高校の時に習った情報の授業ですね、パソコンをいじってみようみたいな授業を受けて、でそれで大学入ってしばらく、まあ特にパソコンの勉強せずに普通にワードとか使ってる程度だったんですが、まあそこからほぼまあ常識程度の知識しかないっていう程度から3週間ぐらい勉強して受かることができました。まあ言うてこれはね、まあ多分日本一簡単な試験なんですよ。 IT パスポートって国家資格の中ではね。なのでぜひ受けてみてください。で、多分受かると思います、普通に勉強してたら。しかもこれで学ぶ知識っていうのは非常に役に立つものが多いです。だって情報技術の資格試験ではなくて、ビジネス全体としての資格試験でもあるっていう性質を持ってるので、多くの人が取っていて損はないし、むしろこれぐらいの知識、まあ受かる受からない別として、これを受かる程度の知識がない人っていうのが、じゃあビジネスでどうやって生きていくのかなっていうのがすごく見えないような感じ、まあビジネスの世界で生きるには常識と言えるところをきちんと抑えましょうっていう試験ではないかなと思うので、ぜひね、皆さんと一緒に見ていこうかなと思います。はい、今回の動画はこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。